このバナナうまかったな。そろそろゲームでもするか。お？荷物なんか頼んだっけな。アマゾンかな。うっ、うっ、うわ、いた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 、もうやばい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 。目を開けるとそこは真っ暗な洞窟の中。その洞窟を抜けると私は猿になっていたのです。そんな私が猿から現代人に戻るために進化して現代人を目指します。果たして私は現代に戻れるのでしょうか。ドン。はい。この前俺はここに、そうだ、ここになんかあれ、なんか家を作ったんだよ。場所変わった？俺ちょっとやったからね。あれ、そうなの？全然俺知らないぞ。やったから。俺前やった時虎に殺されたって。虎にやる、食い殺されたのめっちゃ良かったんだけど、うん、あれ映ってないんですよ。虎に食い殺されるムービーを、だから我々は見れない。でも寝床の作り方だけこの前覚えたんだよね、俺ね。あ、ここにこうやってさ、ちゃんとあれだね、成長してるね。成長してるよ、このゲームマジで何も説明してくんないから。いやでもマジメモとかしていかないと。いやでもほんとそうだね。そう、このオーバーシソテツだっけ、これなんかそういう名前なんですけど、これでこうやってやんじゃんってやると、この建設を開始するっていう、こう三角でやると建設ができる。ただここでこうドンキーコングするだけなんですよ。睡眠場所、へえ、これは覚えた。で俺それをやって子供も作ったんですよ。あら、定住地なんかちょっと進んでますね、これ。進んでやるじゃん。でこの子供はおんぶしなきゃいけないっていう、なんで、あの能力が受け継がれないんだって。へえ、これおんぶしていろいろやるとこいつにあのチャクラがこう、チャクラとかだけど、急になると火の意志がこう、うん、継がれていくらしいんだよね。でこれは食える。覚えてきてるね、だいぶ。これは食える。あ、本当だ。で食うとちゃんとこれあのバフ、あ、痛い。何これは、これは分かんない。知らない。食えないやつかも。毒だったんじゃない。とりあえず俺は今生き残るっていうことだけを概念に入れてやってる。相変わらず変わらねえな、それは。何これ、なんかある。あとこう黄色のマークのやつが結構重要なんじゃねえかなって気づいてるんですけど、これこう登ったりして、でこうやって普通に行動してるうちも、うん、治ったいろんなその木登りの能力とかが上がってくんですよ、こうやって行動していくだけで。枯れた枝、ただの枝かよ。枝でした。いやこれ本当に何やりゃいいのか分かんねえな、これマジで。ウェイ、急に来た。蛇が言ってたわ。蛇だわ。新たな野生生物のアフリカニシキヘビだって。ニシキヘビだ。適当にやってますね。なんかびっくりするぐらい攻略出てこない。マイナーゲームなのこれ。動画は出てくるんだけど。なんか攻略サイトみたいなないの？ない。なんかこれあるよ。え？なんか食えるよこれ。パパイヤみたいなの手に入れたんだけど。食べて。調べるわ。基本こいつ香りなんだよ。調べたじゃん。何にも情報とか なんかがあるわけじゃない。ただ調べて吠えるだけ。そこがね、あの謎。食えるよってことなのこれ？食うよ俺も。知らないよまだ。毒とかっても知らないから食えるでしょ。攻略サイトを見てるとね、うん、序盤で重要なこと、うん、ヒント音を聞き取る音。なんかチャリンとかピーンって言うんだって。何その音が鳴ったらボタンを離すんだって。よくわかんねえけど、まあ、そうしたらいいらしいよ。聞くとかなんかね、何でも攻撃でも回避でも道具を使うでも毛づくろいでも何でもいいんだけど、ピンチャリンってなったら離す触らないっていうことね。らしいっすこれ。
あー了解です。ちょっとこれでかい。で常に子供やっぱ連れて歩くらしい。ああそれは俺もちょっと見た。連れてますよ。連れてますね。合ってる？俺。合ってる合ってる。なんかこれ卵。卵もらい。卵持てったら。卵もらいでーす。もうわしに殺される。ちょっとここで食うわ。これヘビの卵だった。マジかよ。食おう。ヘビって卵なんか気持ち悪い。気持ち悪い。うま。あのヘビ嫌いなんだよね。うわっ。え？卵由来の栄養に順応できてないわ俺。頭痛になっちゃった。お腹痛くなっちゃった。胃もマークが出ちゃった。お腹痛つかさこれ醜い。あ、虎。犬。犬？やばいやばいやばい。虎。犬。わかんない。わかんない。めっちゃほら。あそこに。イノシシじゃない。わかんない。あいつ何？狼？吠えてる吠えてる。吠えてる。吠えてるわ。ちん。やば。いやでもね、いいよいいよ。あのね。うん。カウンター攻撃は石、加工していない枯れ木でも可能です。倒せんだあいつ。とりあえず俺お腹痛いんだけど。ちょっといやでも石があればカウンター攻撃できるぞ。石？どちらかの手に武器となるものを持っている場合、敵が向かってきてスローモーションになったら敵の口の方にスティックを倒し石アンドバスボタン長押し、キント音が鳴ったらバスボタンを離す。でも難しい。あ、またこれ。またこれ。あ、でもヘビが、ヘビが勝つのかなこれ。勝つの。ヘビ超強いじゃん。イノシシもこいつも全部。でも道具あればカウンター攻撃できるんだから。どう作りたいよね剣とか。あれじゃない？あそこにヘビいんだ。ほら。俺がまたなんか殺させたことになる。なんでね、操ってんの。なんで。わかんない。近くでやるとなんか殺させたことになるの。そういうことだ。食われちゃいそうです、ね。食われたね。あれだね。食われた。あそう。怖くない？すごい。うわ、なんかイノシシもまた来たよ。ここやばくないなんか。てかね、よくよく見たらやっぱ最初のオアシスあったじゃん。あそこ以外はもうバンバン来るんだって。いろんな捕食者。捕食者が。捕食者が？ここ全然逃げれないんだけど。ねえ。とりあえず帰ろうぜ。寝床わかんなくなるの怖くない？これ。てかもうわかんないよ。俺なんとなく位置感覚で覚えてるもん今。すご。マジで今。うん、ほら、もう帰ってきた。やば。猿じゃん。ちょっと俺今日もバウンは。寝らも早く。バウンは。もうなんか早く寝とかないとどんどん。ここ行こう。今日の相手はいますか。来た。なんだ、やんのか。今日バウンを選びます。マジか。さあ。どうすか。似てんな。